それは例えばね、うん、こう懐でをする片っぽだけするとかね <laughs> それから今度手を組むにしてもこういうふうにう組むう、ねうん、とかねからこういう小道具を使ってなんかこういうふうに構えるとかね洋服と全然違う歴史観とそういうものとが全部入って変わってくるんです。これにある種の 絵を描いてて衝撃、うん、やっぱり着て絵を描くときにまず着て着ることから始めようと思ったの正解だったなと思ってそれはね男だから女だからっていうよりも僕は男だから男の着物を着て女の絵を描く時は女の着物を着てとかそういうんじゃないんですよ。そののの着たところをこ袖のシワやなんかの感じを 正確に描くために写真を自分でポーズ取って写真撮ったりとかそういうんじゃなくて頭の中でこういう時にはこうなっちゃうなっていうね、うん、エモーションからこう、ねが来てるんですね。それがね、あの分かってね、あのだから女の着物も非常に描きやすかった。自分であの女のこういう格好をしなくても、っていうこと。それで着物を着出した以上は。 じゃ着物をなるべく活用する着ていく場所をたくさん増やそうってうんで実は小唄習いだしたっていうのはそれもあるそれもあるそれもあるそれからパーティーとかなんて言うんだろうな同窓会とかそういう時にも来てなぜかっていうとあのね人間の心理として人と同じ格好をしたいっていうのと。 ちょっと違った格好をしたいこの相反するのが二つ一緒になって。わかります。わかりますね。で、それがね、どういうふうに、どういう分量で、そういう組み合わさっているのかっていうのは。人によってね、違うところが個性なんですよね。それで、うん、あの、なんか、珍奇なものを着て。それで目立ちたいっていうのではないんだけど。 着物は誰も着なくなっちゃったから珍しがられるけども、うんうん、これはかつてみんな着てたもんで、うん、時代劇見ればみんな着物着てんじゃないっていう感じでね,ですねだ要するにそういうことで自分の中では現代でもあっていいんじゃないかなっていう気持ちもあるんで、うんうん、着物着るのはわりかし好きですね、はい、うん。かその、まあ ここ20年か30年そのぐらいにコンピューターいわゆるネット社会がぐわっと加速度的にすると今までいろんな違いが世界中にあってリファレンスがあってそれでわざわざそこまでアナログでいってわこんなことがあったそれが今であれば何秒でデジタルで分かっちゃう。そうすると 逆に、まあ、あの先ほどおっしゃったようにうん着物が誰も着なくなったっていうことへの加速度がもっと増すと同時に逆行して、うん、やっぱり日本の他の国にはないものを身につけるのが個性というそれはありますねところにきますね。うんうんうん そうするとやっぱり私はあのそうだったんですけれどもこの生地に注目しててあとは気候がやっぱり日本の場合はあのまあ湿度が多いし四季があるっていう中でまあ小唄もそうかもしれませんけれども俳句であるとかまあいろんなあの文化が花開いててそこに寄り添うようにその着物の生地が生まれていてそこがですねもう大いなるディファレント、はいはい その,その花が咲いいてる国日本みたいな、はいはい、でそれを思ったのであのこれは発信すべきで、はい、であの本家本元の日本人だから、はい、あの先生おっしゃるように自分の個性になる感覚が、はいはい、今でもミャクミャクとそれは家速度的に増して。<laughs>